哎。This is Lana. 実は2年前かな3年前ぐらいの動画で小松菜奈さんのメイクをやってまして、実に好評でして、小松菜奈さん風メイク2年後に再現してみたという件についてでございます。じゃあ早速やっていきましょう。レッツラゴー。はい、じゃあ早速やっていきますね。まず最初に化粧水を紹介します。私も塗っちゃったんですけど、これシャネルのですね、マイクロリクイッドエッセンスというやつで、こう塗った時にちょっとスースーします。次、こちら大好きなモルフィーさんのコンシーラーもなくなりかけなんで買いに行かなきゃなんですけど、ファンデーション使わなくなった理由が、やっぱ使ってない方があんまりね、肌荒れも起こさずいい感じなので、前髪下ろしてる時は前髪の下はファンデーションも塗らないようにしてます。どうせさ、見えないからさ、無駄に毛穴をさ、いじめる必要もないじゃん。できるだけ毛穴を息させるように、無駄なね、肌への負担をしないことが大事です。はい、そして小松菜奈さんは全然チークの色が強くないので、今回はこちらのね、ピンクっぽいやつ、エチュードハウスピクニックプロッサムチークを使います。軽く広げます。結構つけてるように見えて、あんまり色つかないんですよ。これ鼻とあと顎に塗るのが血色よくなるので好きです。はい、早速ね、眉毛をやっていこうと思います。私が毎回使っているこちらのね、眉毛のアナスタシアのキャラメルというカラーを塗ります。なんで眉毛だけいつも変わんないのって言われるんだけど、なんかみんなおすすめあったらぜひぜひね、教えてほしい。眉毛に関しては、これ使っての描き方わかんないですか、言ってくれたら全然ね、自分で研究して描き方動画にしたりもできるんで、今からこのブラシと綿棒で綺麗に整えます。最初に綿棒でいらない部分を取ります。感じで整えます。眉毛雰囲気が重めパッツンの黒髪だったから、眉毛はあんまりもうちょちょっとパパちょちょっとね、ちょちょパパっと、本当に頭おかしくなっちゃった。眉毛マスカ、眉マスカラだ。アイシャドウはね、私ちょっとデパコス使っちゃうんですけど、こちらの金ピカピンのトムフォードさんを使わせていただきます。薄めのねブラウンと強めのブラウンを使っていきます。薄めのブラウンで全体的にまず広げます。で、なんでブラウンにしたかというと、小松菜奈さんの顔すごい可愛いとかもそういうレベルじゃない、シャープなめじゃないですか。できるだけね、この茶色ではっきりと見せていきます。で、マスカラは私あれが好きなんです。いつもはゴリゴリにつけるんですけど、小松菜奈さんはもっとナチュラルなまつげなので、こちらのセザンヌのね、これなんだっけ、なんかわかめエキスみたいなやつが入ってる気がする。最近さ、インスタグラムとかで結構ねバズってる、なんか韓国アイドル風のなんか束になったまつげをね、これだとこれだけで作れちゃうから本当にいいなって思った。このヘラ、彼が一番時間を使って丁寧にしてるとこ、眉毛より。わかりますか？しかもそんなにつきすぎず、結構ナチュラルなやつなのですごい好きです。鼻のハイライトを入れるんですけど、私大好きなクリオさんを使います。もうね、使いまくってね、偽物にならない。こちらね、フェアリーピンクというちょっとピンクっぽいラメが入ってる、大粒のねラメが入ってるハイライターなんですけど、でね、動画じゃね結構伝わりにくいけどね、すっごいハイライターが、あ、伝わりね。で、唇の上と顎のこのね、ほい。そしてリップが、ドゥドゥン。まずマックの下地、リップ下地とこちらの濃い色のチリというカラーを使っていきます。マックのリップ下地はシワの線とかをね、綺麗にね、なんかなじませてくれるから、リップのつきがすごく良くなると思います。じゃあ早速つけていきます。
小松菜奈さんの口は結構なんか上品な口なので、綺麗に形を、お山の形を作ります。で、その後大好きな綿棒でなじませます。結構ね、普段オーバーリップするの好きなんですけど、小松菜奈さんは綺麗なね、なんかエレガントな唇なの。最後にこれ、さっきからずっと使ってたのキャンメイクフェイスパウダー、なんかマシュマロっぽくなるやつ。メイクしてないくせにここ汗かくの嫌なんで。前髪の巻き方結構聞かれるんですけど、だいたいね160か180度くらいかな、いつも。まずここを取ります。で、取って毛先だけを巻く感じ。次、こっち側を取ります。で、毛先だけ巻く感じ。次、真ん中だけ取ります。で、大事なのが毛先をできるだけ丸く巻こうっていう意識をして巻きます。解いたらこうなります。はい、結構黒髪パツンの小松菜さんっぽいメイクになったんじゃないでしょうか。そしてほくろほくろ、大事なほくろ。まずここに1個ほくろがありますね。こんな感じで、ここにもあります。顎のほくろの方が大きいです。こっち反対だね、反対にあって、次はここにあるね、ほうれい線ちょっと下かな、こんな感じかな。ここにちょっと薄いやつが1個ありますね。ここのもうちょっと上に1個薄いのが、多分こことこことねを結構強調した方がいいかも。楽しくなってきそう。こんなもんかな、こんなもんな気がする。で、アイライナーもちょっと引くかな、自然に引くのがいい。まつげに沿ってのアイライン、でも長いね。こんな感じかな。はい、ということでちょっとグダグダになっちゃったかもしれないでございますが、こんな感じで小松菜奈さん風メイクを2年越しにやってみました。どうですか、似てますか。今回の動画いいと思った方はグッドボタン、高評価、あとチャンネル登録、あとねインスタグラムもねやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。